はい、皆さんどうもこんにちは、あやおです。ですね、まず皆さんに謝罪をしなきゃいけないのが、ことぶきシティの続きからやると宣言してたのですが、ついついですね、こう少年心に戻ってしまって、ゲーム実況っていうのを忘れて、もうここまで進めてきちゃいました。すいません。はい。でですね、パルキア戦はね、ちょっと、取っとかなきゃな、ということで、またね、こっからちゃんとね、実況を再開したいなと思います。で、ちなみに今の自分の、ステータスというか、一応、バッジは7個、ゲットしました。はい。で、銀河団も無事駆逐して、ぶっ殺していって、これからパルキア戦ってことですね。はい。でね、結構、僕ら世代、今23とか26とか25とか24ぐらいの人は、本当にこれやってるとなんか昔の、なんか、思い出というか、すごい感傷に浸れるシーンがいっぱい、シーンだったり BGM とかいっぱいあるんで、僕はちょっと飛ばしてきたんですけど、こっからまた実況していきたいなと思います。はい。でですね、僕のポケモンなんですけど、今こんな感じですね。ムーマージ、フローゼル、このフローゼル、色違いです。はい。ショート動画でも上げたんですけど、普通になんかやってたら、V0 の色違いが出てきて、これ、レベル39で、ちょっと、今、育成途中と。で、雪目の子も、これ、ツイッターで言ってたんですけど、地下洞窟でね、雪わらしが、のメスをゲットして、目覚め石で、進化させたっていう感じですね。ちょっとね、炎タイプに弱いね、ここら辺の3匹。とか、ちょっとね、ゴーストとかね、エスパーとか入っちゃってるから、ちょっとここら辺がね、偏っちゃうなっていうのが、あるので、ちょっとね、フローゼルとゴーカゼルは、ちょっと頑張っていかなきゃいけないかなと思います。で、これからパルキア戦なんで、一応ね、道具なんですけど、ちゃんとモンスターボール240個、やってます。で、プレミアボールかモンスターボールで捕まえたいなっていうのありますね。ちょっとマスターボールは甘いかなって、思ってます。はい。個人的にね。じゃあ、行きましょうか。ガギャーギャーこの BGM よ。懐かしいね。この槍の柱の BGM 俺大好きだわ。パルキアは、水、ドラゴンタイプだから、これで、今レベル11差あるから、ちょっとぶっ殺さないように気をつけないといけないから、10万ボルトとマジカルシャインは多分やばいよね。で、ちょっと最後気にしてて、ちょっと軽く上部を。おお、いいね。アクアリングか、めんどくせえな。回復したいな、せっかく与えたダメージ。あ、原子の力か。そんなに食らわないけど、相手のステータスが上がるとめんどくさいな。あ、それって大地の力だっけ、覚えてない。よし、これで赤まで行く。いや急所ふざけんなよ、マジで。切り裂け。ああ、やっちゃった言ってる最中でやっちゃった。アクアリングがこれプラマイゼロだよね、多分。OK。これはいいじゃん、普通に。あ、ゼロじゃない、ちょっと。ダメージ持ってかれるわ毒消しをなんか相手に使いたいね。いいタイミングになったら。あー、全然やな。あ、これも避けていくと。一歩進んで二歩下がるみたいな感じだね。ほら、やばいな、これ死んじゃうかも。一回揺れた、二回揺れた、三回揺れた。あ、惜しい。もうちょっとだったのに。あ、伏せずな。あー、やばい、これ。うお、食らうな。はい、一歩進んで、二歩下がると。やばい、ちょっともう、タイムリミット、もうちょっとだぞ。
一歩進んだけど、これ多分行っちゃうんじゃない？二歩下がって、あ、行ってもと。挑発。よし。10万。はい、効果がない。もう一回10万。もう一回行きたいけど、ここは受けて、うん、挑発の効果消えたか。ちょっとこれどうしよう。いいや、一回ここは回復を優先して、で、相手がもし赤リング使ったら、まあそれは、あの、10万ボルトを、もう少し入れられるチャンスがあるってことだから、だから、麻痺のチャンスがあるってことだね、ちなみに。10万ボルトを、もう少し打てるタイム、あの、チャンスがある、イコール、あの、まあ今はいい、まあいい、まあいい。とりあえずこれ打たせて、10万、あの、打たせるね、回数を増やして、相手を麻痺にさせて挑発打って、うん、捕獲と。でここで雷 10万ボルト1回打つか。よし。で麻痺で、ま、麻痺ないか。くそ、麻痺ないのは痛いな。でも結構なあれだよね、低確率ですよね、麻痺のって。わかんないけど、多分雷、あ、10万ボルト圏内に入るから。来た、捕まった、やっと捕まった。よっしゃ、経験値えぐ。めっちゃ経験値もらえんじゃん。陽気な性格ね。あ、ちょっとそこら辺はあまりわかんないですね。うん、あやお、お前はなんという、よくやってくれた。本当によくやってくれた。これほどドキドキしたのは60年の人生で初めてだ。へえ。60歳なんだ。こんなとこまで来たの。あやぐん無事よかったね。帰ろう帰ろう。まだなんか、誰の未来も誰の世界も、何者かによって奪われるものではないのだ。名言を捨てて。え？自力で帰るってこと？ちょっと待って。なんかあるだろ。お、あいつら、どこ行った？夢だったのか。あ、あった、ほら。やっぱあるやん。白玉ゲット。パルキアンに持たせるとドラゴンと水タイプの技の威力が上がる。美しく輝く玉。なぎさシティの様子を見に行こうか。そしたら、穴抜けの紐がここら辺にあった気がする。穴抜けの紐。よし。え？自力で帰らなきゃいけないパターン。ここで使うのか。あ、来た。あー、とりあえず、なぎさシティに行きますか。あ、ここもロッククライムでしか行けなかったところだ。どうやって行くんだ？あれ、どうやって行くの？あそこ。あー、あの、裏から行くのね。え、でもあの裏どうやって行くの？ん？あー、こっからか。で、ここか。は見にく。超見にく。で、降りて、登っ
て夢食い。おお、わあ、あのおじさんいなくなってる。いけるようになってる。なんだここ。なんだこれ。俺のアンテナがもうビンビンしちゃうわ。絶対なんかあるべ。ほら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 。どこだ、どこ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 。回復の薬ゲット。え、もうこれだけ？これぐらい、これだけか。ピカチュウ大好きハウス、ピカピカ、ピカピカ？うわ、ピカチュウめっちゃおる。違う。うひひ、ピカチュウだらけでポケモンチャンピオン目指すぞ。一人なんか女の子が紛れてるんだけど。戦うんかーい。もちろんピカチュウだよな。おー、やっぱピカチュウ出てくる。メスだ。尻尾があのハート型になってるのはメスなんだよね、確か。おー、レベル高え。俺、雷の島地ぶん投げちゃうかな、このピカチュウに。よーし。いいね、金剣地もうまいね。入れ替えようか。ちょっと雪目の子のレベルも上げたいからな。ピカチュウだったら別に大丈夫だろ、雪目の子。雷技もそんなに食らうわけじゃないし。よーし、氷の牙一撃。ピカチュウ。本物のピカチュウになるのはもっと修行が必要です。痛いね、結構。ポケモンを大きさければでっかいポケモン待ってます。どういうこと？俺でっかいポケモン持ってたっけ？いやー、全部ちっちゃいな。夢を見たのだ。でっかい鉄砲を釣り上げたトレーナーさんが俺のところに来る。ものすごく楽しい夢を。え？何これ、なんかサイズとかあんの？一匹一匹。俺、金管サイズの鉄砲を探さなきゃいけないの。マジでポケモンでも金管集めしなきゃいけないのかよ。モンハンやん、もう。じゃあ一人一人と戦っていくか。 B ボタン同盟な。こうか。珍しいポケモン出てこい。おお、ペラップ、ペラップだ。かわいい。確かあれ DS のさ、マイクにペラップの鳴き声をなんか変えられる機能みたいなのありましたよね。ダイヤモンドかプラチナか忘れたけど。夜になるとなぜだか興奮しちゃうのです。引退じゃん、ただの。おお、これちょっとダブルバトル行きたいね。今ちょっと絶賛育成中の雪目の子とフローゼルちゃん、ちょっと君たちがね、輝く場面を作ってあげないと。回復の薬は嫌だ。さあ、お前らの輝く。お前こっち向けよ、デブ。なぎさのジムリーダーだが、最近手強い挑戦者がいなくて、退屈してるらしいのか。ボッコボコにしてやる。さあ、なぎさシティ。アフロ。おお、ポケモントレーナー。君のポケモン強そうなのが伝わってくるぜ。おっと、自己紹介。俺の名前はオーバ。ポケモンリーグの四天王さ。そうだな、君ならできるかもな。この町のジムリーダーだけどさ、久しく手強い挑戦者がいないからって、
ポケモンジムの改造ばかり、あげくに停電だからな。たく、サワー焼けるぜ。ああ、暇なんだな、本当に。君の熱いポケモン勝負であいつのハートガンガンに燃やしてくれ、頼むぜ。おう、やってやるよ。投げさして太陽が照らす街。こんな綺麗だったっけ？あの岩、ポケモンなんじゃない？ポケモン岩、なぎさ名物。え、見たいんだけど。どれ？あー、ほんまや！カビゴンだ。へぇー。あれ？あれ？いや、俺あの子見たことある。あ、ちょっと待って。あの子見たことある。四天王の一人だっけ？なんかそれが方円地方の鋼使いだっけ？誰だっけ？ジムリーダーのみかん。譲渡地方。はあ。うん。だよね。鋼タイプのあれじゃなかったっけ？忘れちゃった。よーし。なんか待ってたみたいな。お、君か。あいつはまだ帰ってきてないぜ。それも頼むぜ。ハートに火をつけるほどの熱いポケモン勝負をな。え、なんでいないの？ここか？あ。雷のシゲット。ここにいんのか。なんだここ。超不便じゃん。ロッククライムでしか行けない。君が眩しく、君が持ってる光眩しく、眩しい、それは、紛れもなくポケッチ、ポケッチいいよね。僕もポケッチカンパニーの OK をもらって、ポケッチナップルを作ってる。君の、ポケモン、君ポケモントレーナーが色の違うポケモンを持ってるだろう、ぜひ見せてよ。真面目な性格。なんだ、これめんどくさそうだな。どこにいんの？ジムリーダー。この上か。この灯台の上か。多分。あ、おったおった。やっぱそうだな。ポケモントレーナー、なぎさジムの挑戦者か。決めた。君が弱ければ、俺はポケモンリーグで戦わせてもらうとしよう。ポケモンジムの改造は終わったし、何よりポケモントレーナーとして痺れる勝負を望むからね。信用地方最強のジムリーダーとしての実力存分に振るわせてもらうよ。かっこよ。自分で言ってるとこがまたいいね。なになに？あ、100円じゃないんだ。え？あそこがポケモンリーグか。ポケモンリーグしか見えなくね。ああ、見えねえな。100円じゃなくてよかった。お、君か。あいつ帰ってきたぜ。なんだか少し嬉しそうだったな。もしかしたら見てみ。ああ、まあオーラが出てるからね、覇気が。オッケー。そしたら、今度はこのポケモンジムからですね。次はね、ジムをね、最後のジムを攻略して、ポケモンリーグに挑戦して、もうそろそろ終盤ですね。それでは、今回もご視聴ありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。またねー。